これもまた、好きな車なんですが、これはメルセデス・ベンツの、SL クラスですね。で、この個性的なメルセデス・ロードスターは、すでに1989年から販売されているが、新しいモデル業に向けた2人で徹底した改良が独特された。トップモデルの SL600 に除いて、すべてのバージョンには新しいエンジンが採用された。SL280 と SL320 では、直列6気筒に代わって、V 型6気筒エンジンが搭載されている。SL500 の気筒系は、3馬力とダブル点火方式を採用した新世代の V 型1気筒エンジンを、搭載していた、車だったんですね。で、それでがこの SL という車で、この車の外見的にも、なんていうのかな、この、でかさと、この色合いがまたいいなっていう感じですね。で、これはウィリーかなんかで作られているもので、内装もよくできているんではないかなっていうふうには、思います。これは元の値段がいくらだったかはちょっともう忘れてしまいましたが、はるか昔に買ったもので、確かこれは当時新車で買ったんじゃないかな。108円か、そこら辺あたりで安く、買ったんじゃないかなとは記憶しているんですが、それにしてもいい車だったなというものをこう印象を受けたね。そういう、車でしたね。なかなかこの形といい、このデザインが好きな車のうちの一種類ということでございます。どうもありがとうございました。